え、こんにちは。っか塾の久保でございます。あの、びっくりしたニュースがまた続きました。トヨタのハリアーというね、主力車種が注文取り消しでございます。つまりは、商品をくれって言われてるのに、供給できないから商売をやめるしかないっていう形になってるんですよ。トヨタ自動車といえばですね、1台1000万円ぐらいするランドクルーザーっていう車も、納車まで4年待ちみたいなことがありまして、 注文をですねちょっっと停止ししててるってところがありましたなぜこういうことが起きるのかというとやっぱり今流行っている感染症が長引いてですね都市のロックダウンですとか戦争による供給の停止海運の遅延その他ですね様々なことから半導体が値上がりしたりそもそも商品が流通しない作られない働かないっていう流れがどんどん起きてきて経済交代が起き始めてるんではないかなっていう形ですよね で、深刻なのは、食料に対してもそれが言えててですね、食料ですよ。今、作付けができていないようなところも多いんですよ。だって、感染症が流行って外出ができないとなると、田んぼや畑に農作物を見にね、行けないわけですよ。そうなると、来年の収穫ってどうするんですかね。で、そういうふうにして、一部地域で農産物ができなくなったり、 畜産が停止したりするとできているところの価格が上がりますよね世界中から取り合いになりますからそうやってインフレが起きていくんですよ物が足りない食料難供給難のインフレです皆さんどうされますお金があれば買える時代からお金があっても買えない時代に変わりそうですよそれでもやっぱり少なくともお金を手に入れなければ当面は困りますんで 今まで以上に稼ぎ口ってのを捕まえておく必要があります。それも商品を仕入れて販売するっていう従来の利益の取り方はもうこのように限界が来てるんですよ。ですんで私たちは商品を仕入れずに販売するという形を取っていく方向にシフトしなければ大変なことになるってことなんですよね。コメント一つ読んでみましょうか。 半導体はもう一度国内で生産拠点を作り安定給付を目指すべきです。一部台湾と協力して始まるようですが、ここはオールジャパンで国を挙げてもいいと思いますかね、と。岸田も、岸田総理もこういうところにお金を投下しろと。高市さんは日本がリードできる分野に政府資金投入を考えていましたが、ということで様々コメントがあると思います。いや私もやっぱりこのね、たった一つコメントを読ませさせてもらいましたけども、 やっぱり国内で生産消費できるような形を日本はずっとしてきたわけですから、それがね、コストが安いからっていうので、海外に出しちゃえば、それはリスクは上がりますよね。まあでも反面ですね、日本国内であれこれやってた場合、日本国内での生産供給流通体制が止まると手も足も出ないですから、ある程度ね、世界中と取引をしておいて、一番有利なところと、 やっぱり商売をするっていう形を維持しておくのはそれはそれで大事なことなんですよ問題は世界中が中国に生産を依存してきたっていうところ農産物をロシアウクライナエネルギーなど依存してきたところじゃないかなと思うんですよ現在のところ国内で余るほど生産できているのはアメリカ一国っていうことになりますんでやっぱりこれからもねアメリカ一強ドル一強の時代は続くんではなかろうかと思います ということで、ドル高が進みますんで、円の方をね、どんどん売る形で FX は進めていこうかと思いますけどもね。皆さんは高い策何かお持ちでしょうかそれでは本日は以上です。